もっと動画でわかるフェイトグランドオーダー。今回は FGO を始めたばかりのマスターの戦力になるフレンドポイントで召喚できる星1から星3のサーヴァントから4機を紹介するよ。4機よろしくお願いします。ゲオルギウスはスキル1の守護騎士で、3ターンの間自身にターゲット集中状態を付与できるのが特徴だよ。オーミ君さ、はい、今まで結構いろんなサーヴァントを紹介してきたじゃない？はいはい。でなんかあれも育てたい、うん、これも育てたいとかいろいろあって、うん、なんか強化で困ってることとか出てきてない？そうですね、本当にいろんなサーヴァントを紹介していただいて、うん、もうちょっと早速ですね、もうこそこそっとゲオルギウス、うん、ね、あとヘラクレス、うん、あのこの2機をですね、うん、もう早速影でですね、うん、レベルあと育成したんですよ、うん、そしたらですね、あんなにあった QP がこれっぽっちになっちゃいました。すぐなくなるでしょ。すぐなくなっちゃいましたよ。そう、 QP はね、まあバトルに勝利したり、はい、イベント報酬や一部の素材を変換することでも入手することができるけども、はいはい、普段はカルデアゲート内の曜日クエスト、宝物庫の扉を開けをクリアすることで大量にゲットできるね。宝物庫の扉を開け、うんうん、はい。ターミナル画面のカルデアゲートから曜日クエストを選択して宝物庫の扉を開けに行ってみよう。あ、ありました、うん、これあ、しっかり初級から超級まで全部ありますね。そう、それぞれ獲得できる QP の量が違うんだ。はい、種火同様に超級を問題なくクリアできるようになるのを目標にしてみようね。はい、超級か、じゃあ試しに超級プレイしてみよう、はい、うん、よいしょ。うわ、どうしよう。このクエストサポート選択本当に大事なんだ。どういうことですか？サポート選択をするとき、はい、宝物庫では QP の獲得量をアップさせる概念霊装を装備してるサーヴァントを選択するのが吉。なるほど、どれがそれなんだろう。うん、とりあえずその生かした名前の藤丸律香。はい、藤丸律香、うん、はい、よいしょ。はい、行こう。そしてね、概念レースを押してみて、はい、よいしょ。はい、ベラリザ、はい、ということでこのね、ベラリザ、はい、説明を見るとね、はい、ドロップで得られる QP の量を 5% 増やす、うん、はい、サポート時は 15% 増やす最大解放、はい、とあるけれど、うん、つまりこの概念レースを装備したサーヴァントをサポートに選択すると、うん、はい、QP の量が 15% も増えるんだよ。なるほど、あ、すごい、これ便利、すごいでしょ、はい、ただベラリザは自分のサーヴァントに装備した場合は最大 5% しかアップしないんだ、うん、はい、だから 15% の効果を得られるのはサポートの時だけ、ね、よし覚えとこう。 そう、そしてもう一つね、はい、モナリザ、こっちは最大 10% ドロップ量アップ、はい、はい、こちらドロップで得られる QP の量を 10% 増やすと。本当だ、こっちもだ。そう、だからサポートで選ぶときはベラリザを選択するのが吉だね、うん、サポートのときはベラリザなんですね、うん、このね、2つのモナリザ、ベラリザの概念霊装は、はい、初心者、見習いにはやっぱ入手のね、うん、コストがなかなか高くて難しかったりもするから、はい、サポートをね、こうやって頼りにするといいよ。はい、よし。でも先輩、もしサポートの、うん、方たち中にもそのレースを持ってない人たちがいたらどうするんですか？その時はね、まず探す時はこのモナリザ、ベラリザはライダー枠に装備してる人が多いから、うん、さっきみたいにまずライダー枠で探してみよう。わかりました。それでもなかったら、うん、右上のリスト更新を押してみよう。はい、表示されるメンバーが変わるんだ。あー、変わった、いなくなっちゃった、うん、そう。それでもう一度探してみると、はい、特にライダー枠はこれを装備してる人多いから見つかるんじゃないかなと。このリスト更新は短い時間で連続ではできないんだ。わかりました。そう、だから少し待って時間を置いてからリスト更新で行ってみよう。さあ、じゃあ編成を押してみてくれたまえ。じゃあこれは変えちゃっていいのかな。うん、うん、じゃあすいませんね、マシちゃん。おー、育ってるね。そう、ちょっとね、レベルが上がっていることに皆さん気づいてくれましたか？うん、はい。でスキルレベルも上がってるね。スキルも上がっててですよ、前回前回じゃない、ちょっと前か、うん、教えていただきましたゲオルギウスも、ゲオルギウス、はい、加えてですね、いやー育ってるね。そうなんですよ。しかもあれだね、やっぱテイラーだから宝具も3に上がってるから。そう、
でライダーだから今回はねクラス傾向バッチリですよ ね, ねバッチリ、はい、すごいよ。スキルレベルも6になってるから、はい、ちょっと安心感チャージタイム1個減ってる、うん、そうめっちゃ安心だよこれ、はい、よしどうしよう。じゃああとセレクトも選ぼうかな。うん、じゃあマルタさん、あいい ねライダーで間違いない。でやっぱライダーがね今回すごくこう頼りになるんで、うん、あと最後はすいませんやっぱお供のマシュで、そうだね、はい、いきたいと思います。うん、これで今回いきたいと思います。 OK、 よし行くぞ。フレンドのドレキさんもめっちゃ強いからね。あそうなんですか。うん、いやでもあれでしょ大見くん、はいはい、もうゲオルギウスが加入するまでもうヘラクレスが心配で心配でたまらなかったでしょ。いやもう本当にねヘラクレスはちょっとダメージがねこう多く受けちゃうんですけども、ね、本当にゲオルギウスがいるだけでね、うん、やっぱり全部カバーしてくれるんで、ね、安心感ありますね。すごいよね。でまずこのね守護騎士のやっぱ象徴とも言える、うん、こちら、うん、スキル使いたいと思います。オッケー、もうこれで3ターンヘラクレスは絶対大丈夫だ。でヘラクレスの攻撃力もアップしておきます、うん、素晴らしい。よしじゃあこれでちょっと攻撃していこうかな。うん、でドレイクさんも強いんですもんね。ドレイクはめっちゃ強いね。よし、じゃあちょっと3人でバスターチェインでいきたいと思います。おいいね、いいよ、いいね、いいダメージだね。あ、強い。でもやっぱりねピオルギースもいいダメージ出すね。いいですよね。ほら全然効いてないもんね。よし、お、どうしようかな。アーチェインもいけるし、どっちでもいけるね。ブレイブもアーツもどっちもできる。ちょっと NP を貯めたいので、うん、うん、じゃあこうしようかな。いいでしょ。アーツチェーン。いいね、いいね。おーこれ絶対止まったね。行ったかな。あー行った行った。よし。あー完璧。123。おすごい溜まっちゃってる。ガンガン打てるね。そうですね。ちょっとこれ取っとこうかな。お取っとく取っとく。はい。でよしこれで。いいね。おーいいねいいね。よしこのターンはこれで終わるかな。ドレイクのクイックは非常に優秀だからね。そうですね。星がほらボロボロ出るよ。すごい。よし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 、うん、いいよ。ちょっと最初超級って聞いてビビってたけどいい感じですね。あドレイクのでもスキルとかもいいですね。そういやめっちゃ強いよドレイクのスキル。すごいすごい。特にねこの第3スキル、はい、これがすごいのよ。あそうなんだ。しかも10だから NP50% 増やすよ。しかもスターも獲得できる。ちょっと使っちゃおう。さっきのドレイクのスターもあるからほらクリティカル率もすごい上がった。わ本当だ。よしよしどうしようかな。じゃあでもちょっとね、うん、結構ターン数とかもですね。あーそうだね。そうあでもいいねクイックでねクイックを使ってスターを貯めていく感じね。いや本当ドレイクさん気持ちいいぐらい強いですね。強いよドレイクさんは。順調だね。よしよしよし。そうで守護騎士が切れたから。そっか。そうそうそう。でもあと2ターンですもんね。ここで生きるのがそうだ。それで回復もできるし、ね、ヘラクレスの回避もあるから。これでどうか。そうだガッツもつけといちゃおう。そうだね。もうね使っといて損はない。はい、よーしこれでヘラクレスは大丈夫だ。よーし。でこの後ちょっとね。あのゲオルギウスさんにもちょっと活躍してもらって。よし。おーいいねいいね。よしよし。さあ、あこれはヘラクレスか。ヘラクレスがこれはエクストラアタック。いったね。いや火力がやっぱ違いますね。いいね気持ちいいね。ドーンと。すごいすごい。あーもうちょっとでみんなホーグ打てるっていうさあ、3ウェイブ目。よし。よし。じゃあやっちゃおうかな。さあ、ここでどれをどうしていくかだね。そうですね。これを使いたいと思います。お、防御威力が上がる。はい。ね。で、よし。守護騎士もね、使っとくとね。先にね、安心ですね。これでヘラクレスは落ちないからね。防具2つ灯ってますね。お、どうする？あ、このドレイクの宝具っていうのは全体なんですか。あーそれね長押ししてみな。あ見れる。ほら出た出た。うわすごい。これでわかだすぐ見れるってことですねこれも、うん、よしじゃあ、うん、これ見たい。ではお見せしましょう、ね、アスカロン、うん、そして
あでもアスカロン最後にしようかな。あでもアスカロン先やった方がいいな。全体でしちゃうね。そうだな。でこれでヘラクレス挟んで最後ちょっとお姉さんに願わくば締めてもらえたら嬉しいなと思いますけど、うん、聞きたい聞きたい。主は竜、住みありき。いやいい竜特性不要。おーいいダメージ出るね。かっこいい。よしオーバーキール、うん、よっしゃよ。いいダメージ出るね。やっぱ扉開いた、うん、ヘラクレスが攻撃して最後。これも僕初めて見ますね。フレンドでいろんなサーバントを見られるのがいいよね。そうですね。でも楽しくなっちゃうんだよ。いやいいですね。でしょ。ちょっと3章をこう思い出しますね。あそうだね、はい、ドレイクいいよね。よし、おお倒したい。いや楽勝だったね。やった。あすごい来た。ほらこの格好ない格好ない。すごいすごいすごい。めっちゃ増えてない。このプラスター本来はこれもらえてなかったわけですもんね。そう、うわーよかった。ちょっと、ね、ちょっと供給されましたでね、キューピーはもちろんだけど、はい、他の霊気再臨素材やスキルの強化の素材が不足したら曜日クエスト内の修練場をねみんなプレイしてみよう。はい、うん、キューピーが足りなくなったら宝物庫、うん、素材が足りなくなったら修練場、はい、種火が足りなくなってレベルを上げたいときは種火集め。そうか、ここで全部できるってことですね。そう、わかりましたね。えもう人事修復のためマスターのやることはたくさんあるぞ。はい、先輩ん、あのすっごくねヘラクレスにお世話になってるんですけれどもですね、うん、ちょっとこう戦力がもう少しこう補いたいじゃないですけども、うん、たくさんのサーヴァントにこう召喚してもらうためにはどうすればいい。コツ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 貯めればいい。声いい声、はい、コツコツですね。オリ君、はい、召喚に必要な聖召石と呼び符は、うん、ログインボーナスでもらえるのは知ってるよね。はい、それは知ってます。連続ログインボーナス、うん、連続ログイン。そして他にも聖召石と予備法を入手する機会はたくさんあるんだ。ほう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 。主なものはこれを見てごらん。うん、わーいっぱいある。うん、すごいあるね。こうやって見るとね、はい、意外と聖召石や予備法をゲットする手段っていうのはいっぱいあるんだよね、はいはい、そうで、あ、だから僕、うん、結構こうゲーム始めてパッパッパッって進めちゃうんですけど、うん、急に30個とかもらえる日あったんですよ。ね、そういうことですね。いやあるあるあるの、うん、リアルイベント開催記念だったりもそうだし、いろんなね石がもらえる機会っていうのは今増えてるから、はい、毎日ちゃんとコツコツログインするのが大事ってことですね。コツコツ貯めていけば十分召喚できるんだよ。はい、ました。多分あれだよ、非常に僕が言うと白々しいのは分かってる。そんなことない。今こいつ白々しいなって思ってるかもしれないけど、思ってないよ。ちゃんとね僕の周りにも、はい、あのね無課金でも、うんうん、すごいいい感じに星5ゲットしてる人とかいるんだよね。そうですね、うん、そっか、コツコツは大事だよやっぱ、はい、継続は力なり、うん、そう。そしてあとね福袋的なね、はい、星5がなんかあ絶対もらえるんじゃないこれみたいな時が年に1回とかあったりするから、はいはい、そうだあったあった、うん、うんうんうん、だからそれはねぜひちょっとおすすめを。はい、じゃあその時あれは強い。友達を誘う時もねその時期がいいよやっぱり。今なら星5ゲットもらえるよって言ってゲットできるよってね、まあ、ただでもらえるわけじゃないんだから、 そこはちゃんと付け加えないとね。そうそう、はいはい、そうっていうのもあるから、はい、非常にねいろんな機会があるからみんなコツコツプレイしてコツコツ集めていこう。うん、今回はおすすめの星1から星3までのサーバントを紹介して実践もしてみたけれど、はい、オミ君どうだったかな。いやもう本当にテレアのサーヴァントでも、うん、スキルとかもう宝具次第でものすごい戦力になるっていうのが分かりました、ね、あとやっぱコストが低いっていうのはものすごく助かりますね。ね、編成コストも低いし、うん、強化するコストも少ない、うん、そしてよく出るから宝具レベルもすぐ上がる、うんうん、もういいことずくめだね。いいことずくめですね、うん、ということでみんなテレアでもマスター次第でカルデアの大きな戦力になるからしっかりと育てていこうね。頑張ろう。それでは本日はここらでお別れです。はい、また次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。不定期に開催される獲得経験値アップキャンペーンに合わせて
効率よく強化するのもおすすめだよ。次回もお楽しみに。